皆さんこんにちは、ナイトです。ということでですね、今日は朝活メンバーと、みんなでね、横浜の方に温泉にね、行ってきたいと思います。まあ、時間もあれば中華街寄ってから本当は温泉に行きたいんだけど、あんまり時間ないかもしれないな。うわ、いました、サイコバスタンバー、あの車ですね。お疲れですお疲れです。なになに、怖い怖いね。ちっちゃいいや、そう、これ新しいカメラ買ったの。お待たせ。ちっちゃくなったことに意味があるんですけど、持ち運びが楽に。いや、そう、めっちゃこれいいよ。今日はこれでね、みんなを撮ろうと思って。あ、で、画質もいいんですか。画質もまあまあいい。28でしたね、27です。え、何が曲28。めちゃくちゃいいっすね。何、お前今更聞いたの。遅いよ。遅いよ。どけてゆく僕が何者だとしても君は僕が何者だとしても君は僕が何者だとしても君は僕が何者だとしても。はい、ということで着きました、横浜。やったー、イエイイエイイエイ。中華街だ。もうすっかりもう20時過ぎな。ということで、内藤さんの顔映し続けてる。いや、そう、これ自動で撮ってくるの、マジですごい。こうやってもずっと一緒。めっちゃいいよこれ。え、一回固定してこうやって入ったら奪えるんですか。いや、これダブルタップしないと奪えない。あ、そういうことか。そう、ここ中華街なんだ。すごい中華街の感じで、もうビンビンしない。いや、してないわ、まだなんだ。なんかやっぱ食べ歩きはしようよ。そうですね、せっかく甘栗とかさ、甘栗口に詰めようよ。限界までちょっと怖い怖い怖い。さあ、中華街いいですね、市場通りということで、全員合流しました。はい、ルイボスティも合流して、これでようやくご飯に行けます。あ、これいいじゃん、こういう小籠包ね。テレビにも載ってた。じゃあ小籠包食べましょうか。小籠包一口食い選手権。そうだね、じゃんけんだけど一口食い冷まさずに。マジで熱いな、マジで熱いんだろ。マジで熱い。揚げたて。揚げたてで合ってるんですかこれ表現。焼きたてか、焼き小籠包。あ、うわあ。お箸はこちらになります。ありがとうございます。今からこれ6個あります。熱々で一人ずつ食べてきます。で、もしも熱いって言ったら、この後中華街の美味しいものじゃなく寿司三昧に行きます。まあ、美味しいよ、美味しいけど、中華街で寿司三昧に行く。中華街ならではのものは食べれません。だから連帯責任です。一人目はね。はい、一人目が一番うまい。じゃんけんぽい。しょ。しょ。イェイイェイ。はい。じゃあまず石井ちゃんから、絶対熱いって言っちゃダメよ。これだから、模範となるような食い方しなきゃダメ。そうだね。みんなを自信つけるような。ちょっと待って、だってもう、俺しか知らないんでしょ、まだ。一緒に行くの。いやいや、めっちゃ怖いわ。これめっちゃ熱いと。気をつけて、火傷しないようには気をつけて。絶対やばいよ。ああ、ちょっと待って、もうそのまま行ったら絶対やばいよ。火傷しないように気をつけて。そこは大事だけど、多分マジでやばいと思う。あ、ちょっと待って、溜まって、もう噛んだ。反復横跳びでごまかしてる。なかなかないぞ。暑さを反復横跳びで。あ、噛んだ。すげえ。すごい。何にも言ってない、熱いとは言ってない。完食、ね、意外と意外と一切やってない。常温ってちょっとね、もう本当にだってこれ熱いで有名なとこじゃないの。常温ってのは本当にないよね。適温です。適温、あれ一番美味しい温度。あれあったかくて美味しい。一番美味しい。これいただきます。本当に美味しいだけ。めっちゃ美味しい。ちょっともっと置いちゃったら逆に冷めてた。熱っ、バカということで、この店ですね。あ、おめでとうございます。じゃあ、おめでとう。食べながら、振り返りましょう。あれ、やっぱギュッとならないかな。どうだった、じゃあ、ね、やっぱ入った順から言ってくる、それとも抜け抜けた順、いない。抜ける順、抜ける順。メッセージもらってんの、抜けた順から。あれ、ルイちゃんと私、同時とかだよね。あ、同期希望同期だ。ちょっとあの品川静香。そうそうそう、あ、じゃあ一緒だ。同期じゃあ同期なんだ。あ、違う、同期じゃないかもしれない。嘘、私釣り盛りが初なんですよ。あ、そっか、じゃあ同期じゃない。そっか、だから敬語使わないとちゃんとダメだよ。失礼しました。吉本流だと入ったじゃんね。せーの、いただきます。いただきます。悩ましいな。でもあれかも、水族館はこれが楽しかった。バイキング楽しかった。バイキング乗ったよ、2回ぐらい乗ったね。超楽しかった。やっぱ一番イケアじゃん。イケ
イケアが一番きつかった。やめてくれよ。受けなかった。マジで。新宿ラブホテル。あれが一番、私行ってないけど、かわいそうな回答。かわいそうな。あ、で、はい、ということで、麻婆豆腐、ありがとうございます。麻婆豆腐と、角煮。うわ、めっちゃうまそう。美味しそうだね。麻婆豆腐がちょっとこの、本場の辛さのね。これじゃあ、ちょっといただきます。長い長いあ、ちょい。発作が、発作が来てる。あ、発作が来てる。むすすぎ。いや、顔。じゃあ、いただきます。これね、おいおい食べてから4歳老けるな4歳老け4歳老けたわ2児の母うまみなんで女になっちゃうの2児の母いやいいねパンチが効いてる感じもう舌の上でねこれねおいしいでも今度一人バンビリやりたいこれでみんな一直線に歩いてあれを取り付けるあーや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 ー行くよみんな行くよ美味しいご飯を食べた後はみんなでね温泉に行きたいと思います。万の湯です。万の湯。万葉の湯です。万葉の湯。そちらにね向かいたいと思います。さあそれでは行きましょう。さあみんなで、ね。さあ頑張って入って。はいみんな。やばい入っちゃう。はいみんなこっちだよこっち。絶対違うでしょ。あ富士山。あ、可愛くなりすぎだね、これ唇が真っ赤だね確かにできた ちっちゃい可愛い可愛いじゃあこれをカットしてまいりコメントあ、俺大丈夫です見ないでおいたわ俺大丈夫ですカットあ、僕もいらないです僕も大丈夫ですすみません、僕もいらないんですけど大丈夫ですいる人いや、いらないですよ、こんなおかしいですよすみません、いる人誰も男性陣誰もいらないということで、今からですね、屋上の足湯に行きたいと思います。おーいおーい。みんなでね、もうお風呂とね、岩盤浴が入ってきたんで、上のね、屋上で、ね、行きましょう。いよいよ寒いからこれ着て。あ、え袋みたいな。あ、そう、あ、持ってるよ。はい、これ。ありがとうございます。はい。展望、足湯。多分この時間帯はもう誰も人いないんじゃないかな。ということで、こちらが足湯でございます。綺麗、ちょっとね、見えづらいですけど。本当だったらね、観覧車がね、明るく点灯して綺麗なんだけど、もう2時なんで夜中の。なのでね、もう点灯してないです。ただね、夜景は綺麗だね。ということで、あ、すごい。おー、入った。すごい。ということで、ね、朝活1年間。あれ内藤さんは。そう、またね。来年のね、俺の目標は、みんなでルームシェアすることです。今ね、物件探してんだけど、本当の家族になる全然見つかんないけど目標としては、まあ、ちょっとでかい家を借りてルームシェアをしてで一応結構 YouTuber の人が多いからみんなで集まって動画切磋琢磨して作ってるみたいななるほどなるほど個々にねいろんな特技があると思うからそれを生かして YouTube ね続けてってみんなが売れたらハワイとかいやそうで、ルームシェア1年間限定1年間限定でやってでみんな1年間の動画を頑張ってそれぞれの目標を達成したら全員でハワイ行きましょううわー行きたいフィナーレはすごいなそれを最後に動画に収めてね1年間の締めくくりして今年1年お疲れ様でしたありがとうございますありがとうございますじゃあ本番行くようわー